はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は生ビール、オリオンドラフトです。オリオンビール名護工場製造。アルコール度数 5%。原材料が、麦芽とホップと米とコーンとスターチ。となっております。前回、この夏一番をね、先ほど飲みましたので、まあどう違うかね。まあこれをね、レビューには持ってこいじゃないですかね。それでは皆さんご唱和ください。乾杯。ああ、夏一番よりあれだわ。ちょっと辛めだな。ちょっと夏一番は、ね、若干甘かったんですよ。なんか、麦の甘みみたいな自然な甘みなんですけど、すげえ、ちょっと、すげえじゃない。ちょっとだけ甘かった。でもその、あれがなくなってますね。ただ苦いかって言われると別に苦くはないんだけど、やっぱりその、ビシッとこう、このキレのある、感じですね。あと、アルコール度数が減ってるので、まあ 5%。まあ、こっちは 5.5% でしたからね。夏一番 5.5%。やっぱ若干のその、アルコール臭さっていうのが、減りましたね。っていうか、ほぼ感じられないですね。これは、苦くはない。だけど、まあ甘くもないですね。で、すぐキレのある。キレのある味ですね。なんかこう、ピシッとなる。ピシッと、ピシピシッと。こうね。ドラフトビールがうまい3つの理由。その1、磨き抜かれた爽快さ。キーワードはマイルド、スムース、フレッシュ、ビター。三大陸、過去カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ、麦芽使用による、コクと豊かな香り。進路化工程における、麦汁の雑味成分低減と、発酵温度最適化による、心地よい香気。ホップ配合比率の見直しによるホップ本来の爽やかな苦味。なんていうか、あれですね。飽きない味と言いますか。まあ逆に言ってみれば、なんかこう、特に特徴がないですね。なんていうか、まあ、個人的には朝日のね、スーパードライの方が好きですね。まあ、でも、あんまり香りもそんなに立つことでもなく、で、コクがあるかっていうと、コクもない
はないですね。うん。で、苦いかって言うと苦くもないね。これは単品で飲むよりはやっぱり、単品で飲むのはあんまりよろしくないですね。はっきり言って、なんていうか、無味無臭みたいな、そういうなんか、そんな何かあるね。やっぱ沖縄の人って絶対これなんかあれですよ。沖縄だからこそなんかこう、なんか、ご飯とかゴーヤとかとさ、一緒にさ、ゴーヤチャンプルーとかで、食いながら飲むんだろうな。まあ、暑いところだからこそ、やっぱりこういう、なんていうか、こう、何の変哲もないというか、無味無臭的なのが、こう、売れるのかもわかんないですね。ああ。やっぱちょっとさっぱりしてる。ちゃさっぱりしてるね。なんか、まっさらな、こう、味わいみたいな。ああ。なんか、変にこう、着飾ってないみたいな感じはありますね。うん。でも、これほど、ある意味特徴がないっていうのも、なかなか、味もなかなか出せないですね、これね。うん。なんていうか、無味無臭だよね。うん。なんか、なんも、草原でさ、何も家もない、ね。ただ草が生えてるだけのさ、草原にさ、あのさ、で、空も青く、雲一つない、みたいなね。ちょっとそんな感じはしますね。まあでも、ぶっちゃけた話で言うと、沖縄はこのオリオンドラフトっていうのはこれ、結局のところ、沖縄の県民の、まあ一番、シェアが、まあナンバーワンってことですね。うん。まあだからこそ、やっぱり何かしらの、まあ僕はね、新潟と、まあ東京に住んでましたけど、うん、まあ、まあ、何らかのあれが好まれる理由があるんだよね。まあ、俺はスーパードライとかの方が好きなんだけどさ。うん、ちなみに、これを飲んだ、みんなの声、飲み始めから最後まで口当たりがいい。過去30代女性。バランスが良く、ビールらしい喉越し。過去20代男性。泡がクリーミーでまろやかな口触り。過去40代、男性。苦味が抑えられていて、泡がまろやか。過去20代女性と。まあ、あれっすよね。そんな人のそれぞれだけどさ。でも実際のところ沖縄県で9割以上のシェアを奪っているのはこのビールですからね。やっぱ売れてないとその方程式っていうのは成り立たないですからね。売れてないことにはやっぱり、まずいやつが売れるわけないんで。まあやっぱり、何かしらの、売れてるっていうのは、まあ、スーパードライとかもさ、一番売れてるじゃないですか。うん、だから、まあ、スーパードライも大好きな人間ですけれどね。うん、まあ、スーパードライほど辛口じゃないんですよね。うん。全然、スーパードライに比べると、明らかにちょっと、辛いっていう、スーパードライを飲んだ時に、あー、カレーな、みたいな、
辛さみたいになって、辛さっていうよりはまあ、何かのその喉越しみたいな、なんていうんですかね、あれね、あの味ね。ね、スーパードライ飲んだことある人ならわかるでしょ。あの辛さっていうか、いや、辛、あの、唐辛子とかの辛いじゃないんだよね。あの、なんていうかな。こう、喉にこう、クーってくるような。なんか、うん。あるじゃないですか、スーパードライって。でもこれはね、全然そんなんないんですよ。うん。うん、そうなんですよね。まあだからスーパードライとは全く割と別物なんですよね、これね。うん。まあなかなか、あれですよね。興味深いですね。うん。なぜこの味がね、好まれるのかっていうのは、やっぱり、まあ、まあ沖縄だからこそ、暑いからこそ何かしらの、理由があるとは思います。うん、ただ僕は、はっきり言うと、別に、おすすめはしないです。コクは特になく、甘みもまあ、特にはない。辛くもないけどね。で、香りも特にないんだよね。香りも特になんかこう、うん。なんか特に香るかって言われると別に香りもしないんだよね。なんていうか、こう、無機質みたいな。無機質ななんかビールですね。2233です。ご視聴ありがとうございました。